今日は2021年1月1日。いつもの散歩コースになぜか今日は人がたくさんいるよ。みんな海見てるよ。みんなサーフィンしたいのかな。けどサーフボード持ってないし。あれ、みんな海じゃなくて朝日を見ようとしてるのかな。え、今日の朝日は特別なの。今日の朝日は初日の出って言うんだ。私は朝の散歩でよく見てるから初日の出得意だよ。江ノ島のもっと奥の方からいつも太陽が昇ってくるんだよ。この高台より海の近くのより低い場所から見るのがおすすめ。この辺りから見るとより太陽が昇ってる感じがするよ。東の空が白っぽく光ってるからもう太陽が昇ってくるはず。日の出だ。私はよく朝日見るけど今日は特別なんだね。確かになんか特別な気がしてきたかも。初日の出も見れたし戻ろっか。今年もお姉ちゃんたちと楽しく過ごせますように。